どうも、なめこです。アユールを満喫中のオープ主。前回の続きで、ディナーをいただくぜ。ロブスター、待ちわびたぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、世界最大客船、アユールオブザシーズに乗船中です。メインダイニングでディナーを食べているところです。今宵のメインはロブスター。てっきり小さなやつがちょびっとかと思ってたけど、めっちゃでかいのが4切れ、2尾も持ってあるぜ。ただ、どうやって食べるのかわからず苦戦しています。カニみたいにほじくる棒があれば食べやすいのですが、殻に身がぴったりくっついており、なかなか剥がしづらいです。なお動画はないけど、2切れ目で食べ方を習得したぜ。まず殻と身の間にナイフを突き刺し、フォークで殻を押さえながら、これでもかというほどナイフを上下左右に動かすぜ。すると綺麗にポロッと身が外れます。要するに、一瞬だけめっちゃ力を入れて、ほじくるんだぜ。料理名は、フィッシャーマンズプレート。ロブスターのうの字カビ焼き、ガーリックシュリンプ、季節の野菜、だそうな。季節の野菜、どこ行った?肝心の味ですが、うん、まーい。ロブスターは大きい分、味も大味とか聞きますが、そんなこともなく、塩気の効いたいい味が出ています。極めつけはソース。メニューにも書いてなかったのでわかりませんが、このソースと絡めるとさらにうまうま。身を取るのが手間ではありますが、それ以上に満足度の高い一品でした。最後に締めのデザート。ベイクドアラスカ。バニラ、チョコレート、ストロベリーのアイスクリームを、焼きメレンゲで包み込んだデザートです。このデザート、最高にうまいぜ。3種類のアイスにスポンジ生地、そしてメレンゲとのハーモニー。これぞまさしく、味の活断層だぜ。以上、残念な食レポをお送りしました。なおデザートのメニューはこんな感じ。ごちそうさまでした。現在は食後の腹ごなしに、セントラルパークを歩いています。生演奏もやってるぜ。現在22時。21時からコメディショーを予約していましたが、先ほどのディナーで料理が出てくるのが遅く、余裕で間に合わず断念しました。まあコメディっても英語だし。全然内容がわからず、寝て終わりだっただろうな。だと思います。この後は22時30分からメインシアターでショーがあるので、それまで船内をぶらつきます。ボードウォークもまだまだ賑やかです。
相変わらずいやらしい色してるぜ。奥の水上シアターでは、噴水ショーがやってました。コンパスを見る限り、夜間、定期的にやっているようです。それでお客はほとんどいないのか。見た目はすごいし綺麗ですが、水の量やタイミング、光の演出や BGM も、すべてプログラムが組んであるでしょうから、時間になればスタートするだけなので、人手もかからなそうです。別の角度から。にしてもこんな雰囲気のいいところ、カップルで来てたら、間違いなくゴールインしちゃいますよね。寄せやめろ、虚しくなるだけだぜ。その後メインシアターに移動し、ショーを楽しみます。ブループラネットというショーで、40分と短いやつなので、勝手にしょぼいやつだと思い込んでいましたが、実際は歌ありダンスありアクロバティックありの、ワクワクするようなショーでした。様々な動きで、地球を表現していたぜ。0時を過ぎ、日付が変わりました。なんか足元ではゴミが散乱しています。なんなんだこれは？これはお昼のプロムナードの映像ですが、頭上にはめっちゃたくさんの風船のアーチがありました。この映像では1本ですが、プロムナード全体に何本もありました。すごく。でかいぜ。それが今では綺麗にありません。そして足元には大量の風船カス。そこから導き出される結論は、もしや、うつ主がショーを見てる間に、こっちでも大きなイベントがあったようです。この盛り上がりはその余韻ってことか。まるでさっきまで盛り上がってた教室に、うつ主も参加しようと意気揚々と戻ったら、一気に静かになっちゃった感じです。寄せやめろ。その術は俺に聞く。こちらは広角レンズで撮った、夜のアユール。これも一味違って綺麗だぜ。
こちらは今夜のタオルアート。チンパンジーかオラウータン、猿かナマケモノ、コアラなどよくわかりませんが、今宵はベッドの上ではなく、ハンガーにつけてありました。躍動感あふれる、アグレッシブなアートだぜ。そこにナメコはあかん。こちらは部屋に戻るときに絡まれた、酔っ払いご一行。うく主のカメラを見て、ぜひ撮ってくれと言われたのでパシャリ。アドレスも聞いたから、写真を日本に帰ってから送っといたぜ。なお一番右のおっさんのアドレスだったから、やりとりはそん時だけだったぜ。かわいこちゃんのアドレスだったら、うく主頑張ってたんですけどね。そんなこんなで9日目が終了。クルーズモアスが実質の最終日です。それではご視聴、ありがとうございました。